こんにちは、リップス銀座並木通り店の篠原です。今日はモデルさんの襟足にインナーカラーをしていきたいと思います。インナーカラーとは髪の内側を染めるヘアカラーになります。インナーカラーを入れたい範囲を決め、ダックカールで留めていきます。そして留めた範囲にブリーチを塗布していきます。ブリーチを塗り終わったら時間を置き、髪の色素が抜けていくのを待ちます。やりたい色によって色味が決まりますので、今回はブリーチを2回しました。それではカラーを塗っていきます。色味を入れるために時間を置いていきます。乾かすとこんな感じです。髪をめくったりヘアセットすると綺麗なインナーカラーが見えます。普段のヘアカラーや人とは違うヘアカラーをしたい方におすすめですので、ぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。